で、お疲れ様です。それでは、ご質問をお聞きします。ご質問に際しましては、社名とお名前をお願いいたします。では、挙手で、神戸新聞さん。神戸新聞の木野です。お疲れ様です。今日の表現で、文書の取り扱いをめぐる表現について、いくつか3つか4つぐらい、記事と職員さんの表現に違いがあったかと思います。具体的には、第三者機関の設置を事務所から提案があったということ、あと記事が公益通報処分の結果、公益通報の結果より前に処分できないかと、私に指示したことというようなことで、記事がはなかった、処分に対してはあったと表現した。そういう一覧について、最高知事はどのように説明されましたか。そうですね、まあ、当時いろんなやり取りがありましたので、まあ、私自身の記憶認識としてはそういったやり取り私が何か了承したとか指示をしたということは記憶として本当にないということを申し上げたというところです。かなりその人事の処分をめぐる重要な表現での提案であったり指示であったかと思うんですけど、ここになぜ食い違いが生じてしまったんだと思われますか。そこは私もわからないです、まあ、いろいろ断続的に入っていく中で私としては今の認識だということです、ね、ただ最終的には懲戒処分に関して手続きとかそういったものはきちっとやっているというつもりですので、そこは結果としてはきちっと、訴訟にも耐えられる中で手続きを進めているということだと思います。職員さんと知事で認識の違いはあるけど最終的には処分ちゃんとできたから問題ない。そうですね、そこはやっぱり、指針とかいろんな手続きにのっとってやっていくということですから、そこを踏まえて5月の7日に7日8日の時に我々も決裁をして、そして人事課なども会見で処分を発表してますので、最終的なところの手続き内容について、問題はないというふうに考えています。その指示の表現の中で最終点検に掲げる改革促進刷新に職員から批判や反発があることは認識していると、そういった中でこういう文書が出たから職員が作った可能性があるのでしっかり調査しないと思ったという、表現があったかと思います。そういった斉藤知事の点検に批判が集まっていると認識していることをしっかり調査しないといけないというのはやっぱり影響しているんです。そこは片山副知事が証言をおっしゃったところを踏まえたものですけども、まあ、不満やこう自分までのたちの今までの仕事とやり方と違うよねというところで不満を持たれるということはもちろんそこはあると思いますけども、ただ片山副知事がおっしゃってたように、まあ、それが例えばクーデターであったりとか、なんかそう転覆させるようなこの意図を持ってるっていうのが、まあ、証言でもありましたんで、まあ、そこは私としてはそういったことはないというふうに思ってますけども、まあ、そういったことがあるんであれば、これは県にとっては良くないことですので、まあ、そういったことがないということを確認するためにも、しっかり、調査をしていくということは大事だと思います。その他ございますでしょうか。じゃあ真ん中の黒井さん。関西テレビの黒井さんです。告発者探しの正当性というのを一時おっしゃられたと思うんですけど、ただこれまでその参考人として出た専門家の方も、うん、まあ、その知事らの振る舞い告発者探しというのは、まあ、違法だと言ってて、真実創造性も関係ないというふうに、まあ、あれだけ言われている中で、それでももう何か正当性を言える、この理由は何なんですか。まあ、いろんな法改正含めて経た中で今の広域通報の法律それからガイドラインが今あります。例えば2020年に法改正されたということであったのであれば、今2024年はそれに基づく法律の内容それからガイドラインになってますので、そこはもちろん弁護士の先生、これは特別弁護士の先生も含めてしっかり熟知されているはずですから、今の法律の内容ですので、まあ、その中で外部通報の公表要件に当たる大事なポイントである真実相当性がやはり噂話とか、まあ、そういった場合には欠けるというふうな中で、まあ、今回我々としては手続きを進めてきてますので、県としては問題ないというふうに考えているということを申し上げたわけです。でも真実相当性は関係ないというふうにおっしゃられている中で、専門家おっしゃられている中で、その何ですかね、やっぱりその、まあ、弁護士その
藤原弁護士をもう 100% 信頼されているのかもしれないですけど、なんかそこに誤りがある可能性とかっていうところとか考えたりとか現地ではされてないんですか。実際その昨日今日もですね、山口弁護士がどのようなことをおっしゃってるかというのは私はまだ見てはないんです。ただ一つやるのが今2024年ですから、これまでの法改正を踏まえた法律、それから指針になってますので、そこは法的な観点でアドバイスいただく弁護士の先生方もそこはしっかり告知しているはずですし、我々としてもそこは真実相当性の要件を満たすか満たさないかが外部通報の保護の対象か対象かじゃないかというのをこれは県として丁寧に整理してきましたので、いろんな方のご指摘それから解釈はあるかと思いますけども、我々としては我々のやってきたことが法的にも適切だったというふうに考えています。最後に一問だけ、今後の議会において、不信任決議案がされるかどうかというのは今日の知事の答弁聞いたところはだいぶ多分、判断影響してくると思うんですけど、そういった意味でもその県民だったりとか議員の皆さんに納得いただけるような答弁というのは今日できたと知事は思いますか。いろんな質疑があったので、全ての方に納得いただいているかどうかというのはいろいろあると思います。ただ自分としては自分がお答えできることを、精一杯答えさせていただいたというふうに思っています。あと1人か2人と思っております。NHK 鶴本さん。 NHK 鶴本です。先ほどの質問にかぶりますけども、全体を通しての今日、聞かれたこと、答えられたこと、受け止めを伺いますか。はい、今日も2時間半近くだったと思いますけども、いろいろやはり厳しいご指摘、厳しいご批判もありましたが、私自身はそういったところも、贈答品の問題とかも含めてしっかり受け止めていくということが大事な点もあるというふうによく分かりました。改めるべきところとかはしっかりルール作りをしたり、対応していきたいというふうに思いますし、そういった意味でも今日いろんなご指摘ご批判ある中で、自分として自分の考えをできるだけ伝えて、それが一人でも多くの県民の皆様にご理解いただけるということになればいいなと思ってますけど、それもこれからもしっかり続けていきたいというふうに思っています。何かございますでしょうか。ではすみません、集英社オンラインの和倉と申します。3月25日の午後に、職員局長さんと県民局長さんとの電話の会話があって、そこで噂いろいろあるやんか、それを集めたとか、はい、それを聞いたのはだいぶ印象に残っておられるとおっしゃいましたけど、それは3月25日のうちにも把握しておられた。口頭で、確か片山口か職員局長からですね、本人がから電話があって、噂話を集めただけだというふうに言ってましたというふうなことを聞いた記憶があります。じゃあ今いろいろ言われている3月27日の記者会見の前にそのことを認識されて、はい、で27日の記者会見に臨まれた。そうですね。じゃあ3月27日の記者会見で、ありもしない話をルール並べてというようなことをどうしておっしゃったんですか。私自身が今日も少し言ったかもしれないですけど、自分自身としてそうじゃない事実が、たくさん含まれているということですね。例えば代々元副知事が嫌いであったりとか、あとは代々先生が亡くなったのが県に関連する人事の意味であったりとか、あとはコーヒーメーカーについても私自身はもらったこともないですし、アイアンセットももらったこともないですから、そういった意味で、ありもしないことを事実じゃないことをたくさん含まれている文書だということを申し上げたということです。ありもしないことをルール並べたことを県民局長が認めたというワーディングを使っておられるんですけど、その時に知事が認識しておられたのは25日に報告を受けて噂話を集めたという、そういった、報告は認識されていたのに、それがどうしてありもしない話というふうに変換されるんですか。その噂話からありもしない話というわけではなくて、私として先ほど言いました通り、私自身も含めてそうじゃないと、それから職員もそういったことはないということを、確認、時点でもしてたので、それは
我々の感覚とし感触としてありもしない話をルール並べている、まあ、文書であると。で そういう私たちの評価を申し上げて、で、あのということですね。もう一つだけ、あの、はい、じゃあ、 27日の会見で耳にしておられた県民局長さんの弁明というのを口に紹介されなかった理由というのは、まあ、そこはまずは我々として、人事異動、それから退職保留をしたことになってますから、まあ、そこを理由を申し上げたというところです。わかりました、うん、申し訳ありません。時間もございますので、これで改正の知らないのは怠慢じゃないですか。公益地方保護者法改正、改正はなんで早く調べなかったのか。先ほど申し上げた通り、それを踏まえた2024年の現在の法律の内容、それから指針になってますから、それを踏まえて我々としては今回の懲戒処分の対応をしてきたということです。これから調べるって言ったじゃないですか。何も知らなかったんですよ、はい、11条の2020年の法改正を踏まえて今の法律になってますから、当然それを踏まえた上で新人相当性の要件とか、そういったところは私としてもちゃんと把握しているというのです。なんで犯人探ししたんですか。探索禁止って書いてあるのに改正案して法律違反したんですか。40分が委員長の会見始まるんで、先ほど申し上げた通り、真実相当性がない中で、外部通報としての法要件がないということが、まあ、調査の時ですけども、懲戒処分の時ですけど、もともとは誹謗中傷性の高い文書を作成した、その発信者を作成、どなたかということを探すということですので、公益通報のした方を探すというのではなくて、誹謗中傷性の高い文書を作った方をどなたかということを、まあ、全体の先ほど申し上げた理由の中で調査をさせていただいたということです。すみません、委員長会見もございますので、県の特別弁護士が公益通報に当たらないとおっしゃったのは、これは知事側のおねだりだったんですか。今回の対応については県の弁護士さんにも相談しながら適切に対応しています。はい、すみません、ありがとうございました。ご苦労様でした。すみません、ちょっとここ見てあげてください。